こんにちは本日もよろししくお願いします大阪といえば、商いの街。食い倒れの街。かつて大阪は、天下の台所と称され、現代では、食い倒れの街と呼ばれる。そんな、大阪の商売を題材にした、記憶に残っている、有名なドラマには、どてらいやがありました。主人公の西郷輝彦さん、当時27歳の時で、ドラマ初主演だったようです。こののドラマは故郷の 福井県から大阪に出てきた主人公山下猛蔵が大阪の板たち堀の機械工具問屋にデッチ暴行に入るところから始まったドラマ主人や番頭からいじめられながらも商人として成長し戦争時代を経て戦後は自分の店を持ち大成してゆく物語でした1973年から1977年まで約4年間181回連続ドラマでした そのドラマは皆さんも記憶に残っている人もあると思います。西郷照彦さん主演の関西テレビで放送されたドラマ、ドテライヤツでした。大阪の西区にある山前の創業者をモデルにしたドラマでした。関西テレビ局、開局、15周年を記念した連続テレビドラマで反響も大きく大ヒットした番組で約4年もの間続き18、181回連続という記録したそうです。 日本のテレビドラマとしての傑作で、日本の歴史に残ったドラマ。猛烈に商売に取り組んで、困難を乗り越えた経歴を持ち、ドラマでは、主人公の山下孟蔵のモデルとなっています。ドテライとは、昔の大阪の方言で、ドエライと同じ意味で、標準語では、とてもすごいというような意味です。西郷輝彦さんが演じた、山下孟蔵は、大阪、板地堀の機械工具トンや、前と商店に、レッチ見習いとして住み込む。 孟像は、同郷出身で、裸一貫から起業し、いたち彫りでも、指折の問屋に育て上げた、立派な商人になるという、待望を抱いて、生きようようと働き始める。孟像は、持って生まれた、土根性と、型破りな行動から、恐竜で、土手ら男と呼ばれていた。今は亡き、西郷照彦さん主演のテレビドラマで、西郷照彦さんが俳優としての地位を確立した、ドラマとなった。西郷照彦さんは、 1947年2月5日、生まれで、2022年2月20日に75歳で、亡くなりました。また、昨年末から始まったドラマに、久しく、釘付けになったドラマがありました。物の売れない時代、商いの戦国時代を生き抜くため、皇帝の幸い、売っての幸せを追い求め、主人公の幸は、全力で商いに向き合った、なにわ商いのドラマでした。そのドラマは、時代小説、テレビドラマシリーズ、 秋内清殿、金と銀。大阪天満の呉服店に方向に上がった幼い、少女、幸が、己の知恵と周りの助けを借りて、五両さん、女主人となり、秋内の道を極める姿を描いた、細腕繁盛期です。女優の小芝、風花さん25歳があるテレビ番組にゲスト出演されて、自分の名前がある名曲に由来していることを明かした。小芝、風花という名前について、 名字も名前も全部本名ですと明かされ、松山千春さんの「大空と大地の中で」って曲が名前の由来になっています。商いの真髄は、皇帝の幸い、売っての幸せ、物の売れない時代に汗をかき、知恵を絞って、商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡めつつ、明るく描かれたドラマでした。主人公の幸は 様々な苦難にぶつかるたび己の知恵と周りの教えに助けられ女子衆から五両さんそして女主人へと上り詰めていく気世界も注目する日本の着物文化の真髄に迫る美の世界を舞台に衝動を極めるドラマ恋あり笑いあり涙あり人情時代劇でしたドラマの舞台は江戸中期の大阪商人嫌いの父に育てられた主人公幸が 方向先の五福屋で飽きないに目覚める物語で、恋愛など、今とは、感覚が、全然違うところが面白いと、小芝風花さんは、時代劇ならではの楽しさを明かした。主演は、サスペンスからコメディーまで幅広い役を演じた、今、注目を集める、小芝風花さん。大阪府堺市のご出身だそうです。私は、このドラマを見るまで、小芝風花さんという、名前は知りませんでした。お顔は、幾度と、 テレビで拝見しているのでしょうが、改めて、ドラマとして、名前を知りました。こんな素晴らしい女優さんが大阪にいたことを、この名前は本名だそうです。また、大阪の生まれでもあり、毎週金曜日のドラマを見ることが楽しみでした。14歳で、子役でデビューし、2016年に、NHK、連続テレビ小説、朝が来たで、春を演じる、ヒロイン、朝の長女。潮役に抜擢された、小芝風花さん。 このドラマは、連続テレビ小説としては、今世紀最高の視聴率を記録したそうですが、あまりテレビは見ることも少なく拝見できませんでした。テレビ小説、朝が来たは、激動の時代の大阪を明るく元気に駆け抜けた、おてんば娘の、朝と、陽気にヒロインを支え続けた、モンボンの夫、おもろい夫婦が、日本の朝を明るく照らす物語だったそうです。見られなくて、残念でした。小芝風花さんは、 1997年4月16日生まれの日本の女優で、大阪府堺市の出身で、オスカープロモーションに所属。小芝さんは2011年にガールズ・オーディション2011でグランプリを受賞され、翌の2012年にドラマ、息もできない夏で女優デビューして、2014年には映画、魔女の宅急便で映画初出演にして、初主演を務め、第57回、 ブルーリボン賞新人賞第24回日本映画批評家大賞新人賞を受賞しています。本名小柴風花。1997年4月16日生まれ。26歳。身長は158センチ。血液型は A 型。名前の風花は松山千春のヒット曲大空と大地の中での歌詞をヒントにお母さんがつけたそうです。 小学3年生から中学2年までの5年間、フィギュアスケートで冬季オリンピックを目指し、バッジテスト7級も取得して、打ち込んでいたそうです。芸能活動との両立は難しいと考え、フィギュアスケート選手を引退して、選手時代から支えてくれる母からもらった言葉を大切に、夢に向かって努力すること、夢を諦めないこと、成功した自分を想像することをザウの命にしているそうです。小芝さんの好きな女優は、 三島ひかりさん、安藤さくらさん、寺島忍さん、葵井優さん。さて、小芝風花さんが所属するオスカープロモーションは25歳まで恋愛禁止なのは有名な話ですが26歳になったので恋愛は解禁なのでしょうか。噂になっている中島健人さんとは彼女は綺麗だったで共演されて撮影時でも仲が良かったそうです。お互いを呼ぶときには、ケンケン。小芝と呼び合う仲のようですが 本当のところはいかかがでしょうか高田薫の時代小説シリーズ「秋内聖伝金と銀」2023年12月から NHKBS プレミアム 4K で放送された時代劇「秋内聖伝金と銀」小芝風花さんが主人公の幸を演じ大阪の呉服店を舞台に描かれた人情時代劇だったこのドラマのスタートで可愛い子役の女の子が気になりましたので調べてみました 名前は永瀬ゆずなさん。2015年6月13日生まれ。現在は9歳。秋内聖伝金と銀では、幼少期の幸を演じたのは、永瀬ゆずなさんでした。永瀬ゆずなさんは、2015年生まれの子役で、日本テレビ、厨房のアリスや、BS プレミアム、風よ嵐よなどにも出演されているようです。また、出演者の現場で、高島玲子さんが関心。呉服屋の大黒柱、 福を演じた高島玲子さんが、ある番組に出演され、小芝さんの印象について、いいやつです。いいやつなんですよ、と笑って答えた。現場初日、高島さんは、小芝さんが取ったある行動に驚いたという。初日から一生懸命やってるから、何やってるのかな、と思ったら、スタッフさんの名前を、一生懸命に覚えているんですよ。連続ドラマの現場となれば、制作、技術スタッフなどが、たくさんいる。 高島さんは、とにかく、スタッフが多いんですよ。A 班。B 班じゃないですけど。私も釣られて、覚えようとしたんですけど、多いから、あれって、忘れた時に、小柴さんが、私に聞いてください。全部覚えましたから、てって。小柴さんに助けられたことを明かした。セリフもあるし、とにかくいろいろ忙しいのに、忙しさを感じさせないと言うんでしょうか。とにかく毎日楽しそう。大変なりにも 現場で楽しんでいる小芝さんの様子に高島さんは目を細めていたそうです。その他に私の記憶にある出演された人は自閉役に。立博さん。長年勤めていすずやの顔でもある王番頭。女性には許されていなかった秋いの才を幸に見出し、幼い頃から支えを教えてやがて幸が秋いの道に踏み出すきっかけともなる恩人。服の役に高島玲子さん。 屋の、のお家さんと呼ばれるの連れる、千連合い。孫たちに商売を譲ってからも店の中心で商いを支える大黒柱だが互いに折り合いの悪い孫たちには日頃から何かと頭を痛めているお姓の役に万田久子さんいすゞ屋と同じ菅原町の乾物屋主人で占いをよくする町のご意見番初めて奉公に来た幸と縁あってその行く末を次節占いながら 常に気にかけている。掃除の役に加藤茂明さん。呉服や、いすずやを、その詳細で支える次男。跡取りで、働かない兄とは、折り合いが悪く、いつも衝突していた。こんなドラマですごく楽しいドラマでした。健康でご活躍されますことを、お祈りします。本日はありがとうございました。